連合軍の力を認めた劉はやぶさは、ダッキから離反し、オーディン軍の内情を明らかにした。オーディンは成長したイグドラシルの力を利用し、大攻勢に出ようとしている。今度は連合軍が守勢に回らざるを得ない。世界を救うにはこの絶体絶命の状況を何としても切り抜ける必要がある。英雄たちは総力を挙げて迎撃に臨んだ。ロキ、お前の言っていた大切なものとは友のことだったのだな。ああ、すまない。ペルセウスのことはもっと早くに打ち明けておくべきだった。彼を蘇らせるという新たな目的を得た今、私にもう迷いはない。全力でオーディンに抗い、生き残ってみせる。良い覚悟だな、ロキ。その力、頼みとさせてもらうとしよう。早速だが、敵の陣容をお前はどう見る？部隊の主力は、アースガルズの者たちだ。おそらく、彼らが率いる怪物は、ユグドラシルの力で強化されているはず。一筋縄では倒せんということだな。面白い。ならばその怪物とやらの相手はこの俺が引き受けてやる。お前たちは残りの雑魚どもを片付けている。呂不韋、その部を万有で散らす気か。怪物には腕輪の力を持つ者たちで協力して当たる。最強というなら引き分けるがいい。そうですね。難敵ですが、我らが一丸となって戦えば必ずや退けられましょう。どうやら話はまとまったようだな。では進軍開始といこうか。未来への希望をここでついえさせぬためにもな。こそこそと目障りだ。葬り去ってくる。侮れぬ敵の数。オーディンもやるではないか。まずは前線の拠点を押さえねばならない。神に認められし者たちよ、この窮地お前たちの力で出してみせよう。ルバタラキ、タイン、いいかかくん、攻め時逃すべからず。よし、敵を掃討する。守ります。敵を滅せん。敵を制圧する。果敢に攻めよ。時が惜しい。早々に決着をつけろ。当たって砕けない。突撃。抗うか。だが滅びの運命から逃れることはできない。連携の取れた良い動き。さすがは人間たちだ。だがこのままではいずれ押し込まれてしまう。当然の働きだな。今後も精進するがよい。好きにやれると思うなよ。古い友人を思い出せ。
共に戦い、そして別れた日のこと。ロキ殿、何かおっしゃいましたか？いや、気にしないでくれ。今は目の前の敵に集中しなくてはな。ぬぬが武、見事ぞ。努力狙いたい。あの、いつの間にか大変なことに。お暇なら助けていただけませんか？当然の働きだな。今後も精進するがよい。もう手を貸してくれるのか。ありがたい。共にこの敵を打ち倒そう。熱せぬものもあるべき。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。天はまだこの信長を生かす。見事なる働き、天下無双の座教図。やるじゃない。これがゼウスをもうならせた人間の力ってわけね。余興はこれくらいで十分だろう。さあ、奴らの根城を攻め滅ぼせ。直接わしを狙ってくるとは。よかろう。神々の王が相手だ。敵の狙いは本陣か。一旦引いて守りを固めねば。見事な戦ぶりだ。敵の狙いは本陣。みんな交代して守りを固めて。さすがです。あなたならばと思っておりました。どうだ、それでしのいだつもりか。この状況もはや覆せないのか。私困ってます。助けてください。みんな手こずっているようだな。今より冥府の王が力を貸してやろう。さあ反撃開始といこうか。相変わらずのようだな、ハデス。わしより年増だというのに随分と若く見える。だろう。ま、ゆっくり話をするのは後だ。まずはオーディンを始末しないとな。あの男、何者だ。
冥府の王などと名乗っていたのだ。分からんが、ゼウスたちとは親しいよ。少なくとも敵ではあるな。ハデス、なぜ奴がここに。まあいい、邪魔をするなら排除するまで。取るに足らぬわ。子供騙しだな。そんなものが俺に通用すると思っているのか。ほう、奴もただの雑魚ではない。どちらが俺か、いずれ決着をつけてやる。余計なことをしてくれたもの、ハデス。今回はここまでにしておこう。オーディンは逃したか。仕方ない、残った奴らを一掃するぞ。どうじゃ。ハデス、久しぶりね。弟が心配で冥府から出てきたの。まあそういう話にしといてやっても。でガイア、お前まで来てたのかよ。あなたはご助力いただき感謝いたします。人間にしてはここまでよく戦ったもんだ。さあ残りの敵も片付けるぞ。耐えてくれた。今回の戦は各々の尽力により乗り越えられたと言えよう。さて一段落ついたところで、ハデスよ、何か話したいことがあるのではないか。さて改めて皆に紹介しておこう。この者はハデス、我が兄にして冥府の王よ。よろしくな。みんな念押ししとくけど、お兄ちゃんは俺だぞ。こんななりだから逆だと思われがちなんだが。ゼウス殿の兄上でしたか。先ほどはご助力いただきありがとうございます。ところでハデス殿は何故この異界に。無論オーディンの企みを阻止するためだ。全ての世界を葬るなどというふざけた計画、絶対に許すわけにはいかないからな。とかっこよく決めたかったんだが、実はもう一つ理由がある。そのことで俺はお前たちに詫びておかねばならん。詫びですと。叔父上、それは何のことです。そもそもこの異界での騒ぎの発端は、ラグナロクで死ぬはずだったオーディンが生き延びてしまったことにあるんだが、そうなったのは俺が冥府に来たあいつを助け、聖者の世界へ送り返してしまったからなんだよ。何ですと。冥府の王たる叔父上ともあろう方が、なぜそのような断りに反したことを。すまん、ちょっとした出来心だった。それがまさかここまでまずいことになるとは。あの時の自分を殴ってやりたいぜ。大方オーディンの口車に乗せられたのでしょう。情けない話ですが、かつては俺自身も。アレス、お前もか。おじとおいが揃ってやらかしちまうなんて、情けない話だよな。ま、そういうわけだ。今回の騒動には俺にも大いに責任がある。ぜひとも
お前たちに協力させてくれ。もちろんよ、ハデス。しっかり反省してみんなの力になってあげなさい。分かってるって。やらかした分を取り戻して余りあるぐらいの活躍を見せてやるよ、おばあちゃん。それは楽しみだわ。ってハデス、おばあちゃんはやめなさいよね。うまくいっているようじゃ。オーディンたちは追い返したけど、これからどうしたらいいのかな。やっぱり魂のありかを探さないといけないんだよね。うん。しかしここまで調査を進めてきたが、未だに明確な手がかりは得られていない。このまま探し続けるにしても何か新たな手を。オーディンの魂ならユグドラシルの中だぜ。今なんと。だからオーディンの魂ならユグドラシルの中にある。間違いないぞ。おじ上、なぜそう言い切れるのですか。冥府の王は執念深いんだ。逃がした魂の特徴は決して忘れない。だからその昔冥府から送り出したオーディンの魂のこともちゃんと覚えているし、大体どこにあるかも感じ取れるぜ。ハデスさん、すごい。私たちずっとそのことを調べていたんだけど、なかなかわからなくて困ってたんだ。これほどあっけなく魂の所在がわかると、冥府の王にはもっと早くご出馬願いたかったものだ。ではすぐにでもユグドラシルへ向かいましょう。これ以上オーディンが力を得る前に魂を滅ぼせなくては。待て待て、ユグドラシルの周囲にはオーディンの手勢が幾重にも防衛線を張っている。突破するには策が必要だぞ。ならばいくつか部隊を編成し、おのおの別の場所から一斉に攻撃させよう。敵は動揺し、守りにほころびができるはずだ。そこを一気に突破してユグドラシルを目指すか。うん、いけるかもしれないな。では早速部隊の編成と攻撃地点の選定を進める。おそらくかなり大規模な作戦となろう。準備を念入りに抜かりなく進めるぞ。危機に瀕した連合軍のもとへ、ゼウスの兄にして冥府の王であるハデスが降臨。彼の加勢もあり、連合軍はなんとかオーディンを退けた。さらにハデスの力によりオーディンの魂がイグドラシルの内部にあると明らかになる。だがその周囲は敵も厚く守りを固めていた。各地の敵防衛拠点を攪乱し、突破口を切り開くため連合軍の誇る地将たちが動き始める。私たちが攻略を任されたのはこの地ですね。敵の防衛線の要なのは確かです。守りも相当に固いでしょう。ええ、布陣している敵はかなり多いみたい。それに強い力を持った怪物の気配もあるわ。おそらく怪物を主力としてここを守備しているのよ。ならばその怪物を蹴散らしさえすれば敵は一挙に浮き足立つのではないか。まあそうなるだろうな。
だが問題はどうやって怪物を蹴散らすかだ。成功法では歯が立たないのは明らかだからな。ええ、策を用いるのは必須ですね。では地形と敵の布陣から有効な策を検討してみましょう。いいね、あんたが気が回る方で助かるよ。まず俺の予想だが、二人とも作戦の話に没頭してしまったわ。私、難しい話はあまり得意じゃないのよね。彼らは人間の中でも特に頭の切れる者たち。任せておいても問題ないはずです。我らは作戦成功のため力を尽くすとしましょう。敵軍の守りは固いようですね。残念ながら想定通りでした。さすがに要所というだけのことはあるね。まずは守りの薄い場所から攻めるとするか。となるとあの城の東あたりでしょうね。敵の動きに注意しつつ進軍しましょう。どうじゃ、これでどう。この城には備蓄庫もあったはずだね。くれるな、油断はできぞ。どうじゃ、今までとは比べ物にならないほどの力です。これが例の強化された怪物ですか。まともに戦える相手じゃないわ。今は放っておいて先に進みましょう。どうじゃ、どうじゃ、どうじゃ。まずはここから攻め崩すとしよう。ついでに有用な情報も得られればいいんだ。駆け引きの妙、見せてやろう。取るに足らぬ。勝手な真似はさせん。な力だ。これ以上ここにいたら危ねえ。備蓄されている油に火がついたら終わりだ。油目。これはいい、リクソン殿の得意分野と言っても過言じゃないな。はい、怪物もよく燃えてくれるでしょう。早速城を制圧し準備を整えなくては。ですが、それまでに誰が場外の怪物の足止めを。俺が行こう。南の怪物団を釘付けにしておけばいいんだな。書こうと乗り。ありがとうございます。こちらもできうる限り急ぎましょう。怪物を抑えるよ。
一人では荷が重いだろうな。俺が手を貸してやる。わしも参る。怪物どもの規制、この鬼柴田が削いでくれるわ。百戦錬磨の猛者たちといえど限界はある。加工トン殿らが倒れる前にさっさと城を制圧しよう。どうしよう、踏んじまった。小坊、お前の戦並大抵ではないな。どうじゃ。敵の出ました。張って守ってやるよ。取るに足らぬわ。どうじゃ。ちゃあ、まともに戦うには分が悪い相手だ。策の準備が整うまでだけでも抑えるぞ。真の三国無双ってあんたのことか。来た武勇見せてやる。じゃあ立派立派。戦に散るはモノノフの本分よ。なんと勇ましき敵か。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。どうじゃ。だ、なんと勇ましき敵か。取るに足らぬ。武勇とて引けは取らぬ。城を制圧しました。速やかに策の準備に取り掛かりましょう。それじゃ加工トン殿にも合図を送るとしよう。怪物どもをここへ連れてきてもらわないとね。カプたちの合図だ。怪物を引きつけつつ城へ向かうぞ。承知。やつらめ、怪物どもに押され交代を始めたか。追いかけて城の仲間と挟み撃ちにしてやる。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。南より敵の大軍がこちらへ向かってきます。加工と者たちがうまくやってくれたようですね。やけに静か。今です。城内の油に火を放ってください。城はすでに奪われていたか。やつらめ、城内の油を使い火を放つとは。怪物を操る者の力が弱まったみたい。今なら奴らを倒せるはずよ。見事に作戦通りだ。あとは城に残っている敵を片付けるとしよう。怪
物め、術者から切り離されて力を失ったようだ。今ならばたやすく片付けられよう。あれほどの苦境を覆す人間たちの力、やはり侮れんな。すごい、あなたこそ真の三国無双です。よしかったわ。立派立派。私がなすすべもなく負ける。好きにやれると思うなよ。移動など蛮勇だったか。こうお前の戦並大抵ではないな。この地のオーディン軍は相当できたね。さすがリクソンだろ。実に見事な燃やしっぷりだ。いえ、皆さんの協力があったからこそです。これでユグドラシルへ前進できたでしょうか。ええ、少なくとも敵の守りの一端は崩せたはず。この調子でユグドラシルを目指しましょう。頼みの怪物を失い、敵は大きく混乱している。ひとまずこの地の守りは崩せたと言っていいだろう。しかし火を用いて難敵を一網打尽にするとは、実に見事な采配だったな。運よく城に油が蓄えられていることが分かったんでね、リクソン殿の得意分野を存分に活かせたってことだ。炎が有効な相手で助かりました。ところで他の部隊の様子はどうなのでしょう。守備よく進んでいるといいのですが。そうね、みんなきっと力を尽くしてくれているはずよ。いい知らせを信じて待ちましょう。うまく進んでいるようだな。言っているようだ。戦場。怪物で固められた敵の防衛拠点に対し、リクソンらは火警を実行する。策はなり、敵の強固な守りを突き崩すことに成功した。イグドラシルへの突破口を切り開くには、続けて他の要衝も打ち崩す必要がある。その一つを守っているのは平の清盛だった。清盛は怪しげな術を用いる怪僧。彼に対抗するべく安倍晴明と佐治が立ち上がった。術に精通した二将の手腕が試される。この地を守備しておるのは平の清盛となれば、何か妖術で小細工を仕掛けてくるに違いあるまい。術には術で対抗するのがいいだろう。ここは小生と生命とでその役目を担うべきと思うが、いかがかな。ああ、異論はないよ。しかし術比べとは少々面倒なことになりそうだね。なれど
こちらは実者が二人。我らが立ち向かえば必ずや清盛を抑えられよ。生命よ、そなたの力を小生に貸したまえ。サジ殿の足を引っ張らぬよう力を尽くすとしよう。隊を揃えてきたようだ。ぶん逃げで押しても攻めきれまい。ならば私たちの術でどうにかしよう。準備のため少し時間をもらえる。小生と生命二人なればこその秘術、期待しているといい。タイムしたものだ。その分、まことに心強い。サジたちの邪魔をさせねえ。わしが全部蹴散らしてやるぜ。頭を使うばかりが仕事ではない。役目とあらば果たすまで。準備が整うまであと一息といったところか。もうしばらく龍馬らを抑えてくれたまえ。ほう、陽子が見せてくれるな。その力、やはり危ういものと見るべきだ。任せてすまないね。術の完成はもう少しだ。見事励むか。みんなよくここまで耐え抜いた。今こそ我らの術を披露しよう。おい待て、俺は味方だ。どうしちまったんだよ。怪物をまとめて味方につけるなんてな。よっしゃ、今度はわしらが攻める番だぜ。大したものだ。その分、まことに心強い。小賢しい術を使いよ。ならば我が輩も地層をせねばな。源氏の小僧、出陣せい。術がなるまで我が輩の盾となるのだ。清盛が何やら企んでおる様子。このままでは厄介なことになろう。早急に清盛を止める必要があるな。が、まずはあの二人を退けねばならない。清盛の指図に従わねばならぬとは。源氏武者としてこれ以上の恥辱はない。ゆえあってここを通すわけにはいかん。ね、やはり清盛のもとでは十分に力を発揮できぬか。やりやがるじゃねえか。見事励む。我が
体に力が集まってきよったわ。一生で命を取るに足らぬ。源氏の御曹司がやられようとはな。鉄の準備は十分でないが致し方ない。術には術、今度はこちらの番だ。早速支度するか。我ら二人の力を思い知らせて進ぜよう。何企んじゃってるのよ、二人さん。清盛のおっさんを困らせちゃダメだぜ。去るとて火種は消さねばなるまい。遊んでくれんのかい。待たせたね。さあ準備は整った。小生と生命、二人の秘術が威力、その身をもって思い知るとよい。くしゃくなまねえろ。どうやら形勢は定まったな。そのようだね。では清盛を討ち、勝負に幕を引くとしようか。よし、無敵の体に挑もうぜ。術比べに破れようとは口惜しい限り。佐治殿、引き死に勝る鮮やかなお手並み。術の成功はあなたなしではありえなかった。小生は少しばかり手助けをしたまでのこと。大それたことはしておらぬ。むしろ我らを守り敵を封じた者たちの活躍、それこそが最も称えられるべきであろう。戦に敗れ縄を打たれた時から覚悟はできている。さあ俺を斬るがいい。待て待て、おめえをどうこうしようって気はねえ。おめえが悪いやつじゃねえことは戦ってよく分かったからな。実はいやいやあっち側についてたんだろ。見透かされていたとは不甲斐ない。ダッキには命を救われた恩がある。それを返さんがためあちらに味方していたのだ。だがどうもあの者たちのなすことには賛同できん。世界を滅ぼすなどという所業の片棒を担ぐなど俺の本意ではないのだ。恥を忍んで頼む。俺と弁慶をお前たちの陣営に加えてはもらえぬだろうか。頼まれなくてもこっちはそうするつもりだったぜ。弁慶、おめえもいいよな。俺様はもちろん、
義経様に従うぜ。決まりだな。そんじゃ今からわしらは仲間だ。よろしく頼むぜ。皇上に心より感謝する。これよりはお前たちのため全力で働こう。うん、敵を瓦解させたばかりでなく新たな同胞も得られたか。戦果は上々であるな。そのようだね。さて、あとは他の部隊の吉報を待つとしようか。